えー、なかなかね、刺激的なチャンネルをまた見つけてしまいました。おじチャンネルってやつなんですけども、おじチャンネルベータ。で、昨日アップロードされた動画、ちょっと見えにくいんですけども、左下ね、1.2万回再生されてますね、1日で。で、これがですね、タイトル、女子高生の危ない白書って書いてますけども、なんとも懐かしいね、これ30年ぐらい前の、 VTR だと思いますけども、その女子高生が、この自分のね、制服とか下着を売っていること、つまりブルセラってのが顕著になってきたときに、街角でインタビューを取ってるんですよ。で、こうやって普通のインタビューを受けている女の子とかが、モザイクもなんもなしでね、赤裸々に、私売りますよみたいなことをね、結構な確率で言ってるんですよ。で、お前が売るなよみたいな人も出てくるかどうか、それはもう皆さんでご判断なんですけども、まあ、ここに出てきているね、 インタビューを受けている女子高生たちも今やもう40代から50代になっているということでいろいろと考えるところあると思いますけどもどうなんですかね今 YouTube で見てて自分が若い頃インタビューに答えてるのがこうポロッと出てきたりとかね。自分の子供たちがそれを見たりとかしてうわ、うちのママ高校生の頃こんなことをインタビューで答えてるよみたいになっちゃったらねどうなのかなって想像しながらなんですけどもまあ当時の世相を結構表してますよね。で、 これね面白いのが2分くらいの切り取りなんですけどもちょっとコメント見てみましょうかコメント最後に映される男性の方々もまさかブルセロ動画で使用されているとは知らなかったでしょうね当時を感じられる良い動画ですあ最後ねどれだろうんどれだろうあこの人確かにねただ歩いてるだけなのにこういうとこに切り取られるとこの人におかしな先入観ついちゃいますよね 売ってくれたらありがたい。ああ、なるほどね。ブレシルショップが社会問題になり、ブルマが絶滅しました。ああ、そうだったですよね。確かね。確かに、ブルマってなんであんなのもの履いて、公然と体育やってたのか謎ですよ。うーん。ある意味、需要と供給が成立している。まあ、でしょうね。移される JK の方々が、まさかこの Y がその昔に買って、くんかくんかしていたとは知らなかったでしょうね。ほのかな、 匂いいいを思い出してくれる良い動画であ、そういうことなんですね。うん。まあ、あのコメント欄結構面白いんでね。うん。どうでしょうか、皆さん。こういうのはね。はい。なんか妙なチャンネルが急に出てきましたよってことでした。まあ、チャンネル登録私しませんけどね、この方のはね。はい。以上です。